燃え上がる緑の木は大江健三郎の長編小説である四国の森の奥の谷間の村を舞台にして魂のことを行う信仰宗教の集団の木工から解散までの過程が描かれる原稿用紙2000枚に及ぶ大江の最も長い長編小説である掲載出版は以下の通りである第一部の発表時に読売新聞に掲載されたインタビューで 大江は執筆の意図についてこう述べていた。後年、インタビューにおいて、本作を振り返ってこう述べている。本作の総タイトル、燃え上がる、緑の木は、イエツの歌バスレーションの祝から取られており、大江はこう説明している。第二部の発表後、大江は、ノーベル文学賞を受賞した。また、完結直後に、王無心理教地下鉄、サリン事件が起き、 予言的作品と言われることがある。大江はこの作品を最後の小説としていたが、1996年、友人であった竹光徹の死を契機に考えを変え、国別式において新作を捧げる発言をし、1999年の中外りで小説執筆を再開した。本作は、先の義兄さんによる四国の森の谷間の村における、 根拠地運動が語られた懐かしい年への手紙の後日談にあたる。森の谷間の村を舞台に、信仰宗教の木工から画界までの動きが、元は男性であったが、転換を経て女性となった両性具有の主人公サッちゃんの目を通して描かれる。第一部、救い主が殴られるまで100年近く生きた村の長老の女性オーバーが、死の間際に、 新しいギー兄さんを指名する。ギー兄さんは大学の初年時に暴力的な審査欲の党派と関わってしまい、その後、性を変えて別の大学に再入学、卒業して出版社で働いていたが、魂のことをしたいと発信して、父親の故郷の森の谷間の村で暮らすようになっていた。オーバーが亡くなるとギー兄さんはオーバーの葬儀を 森の谷間の村に残る伝承の通りに取り行う。オーバーの魂が手渡されたとされるギー兄さんは手かざしによる治療を行うようになる。ギー兄さんはオーバーの辞書を相続しているため農業経営を中心とした事業も受け継ぐ。周りに地位を求める人々が集まり始めるが、ギー兄さんの癒しの子は地域の住民から偽物と求断される。 球団の場で袋叩きにあったギー兄さんをサッちゃんが治療する。その際にギー兄さんと語り手のサッちゃんは性的に結ばれる。サッちゃんはギー兄さんが救い主であると認める。そして孤立無援の救い主を支えることに転換の意味があったと悟る。第二部揺れ動く周辺住民やジャーナリズムのギー兄さんへの攻撃は続く。 しかしギー兄さんを中心とした教会では、改春したかつての球団者の亀井さん、サッちゃんの古い知り合いで、日系アメリカ人研究者ザッカリー系・ケ高安、よそから農場へやってきた若者、井上三兄弟、など、賛同者が増え始める。亀井さんの提案で、教会は、福音書を作り始める。書物などから意味のある言葉を集めて、コラージュにして、 集会のハンドブックとすることにする。ギー兄さんの父親で、この土地出身の下外交官の総領事は、がんを抱えて帰郷して、最後の日々を、教会と共に過ごすが、ついに亡くなる。ある日、音楽会が開かれる。教会の今後の展望についてのギー兄さんの説教に、皆の注目が集まるが、ギー兄さんは頭を抱えてうずくまり何も喋ることが、できない。 さっちゃんは失望して、教会を離れる。第三部大いなる日に、教会を離れた、さっちゃんは、作家の慶応寺から提供された、伊豆の別荘で、慶応寺に勧められた、柳原忠夫、アウグスチヌス、告白講義を読みながら、自身を既存するようにセックスにふける日々を送っている。そこに、ギー兄さんが、ギー兄さんが、学生時代に関わりを持った、 審左翼の党派からの襲撃を受けたという知らせが来る。サッチャンは教会に戻る。襲撃を受け足を痛めて車椅子に乗るようになり、転換も発症したギー兄さんは精神的にはるかに大きな存在となっていた。しかし、大きくなっていく。教会と外部との緊張が高まっていく。教会内でも教会の本拠地を固めようと考えるイノウさん、兄弟が主導する。 農場のグループと不況を進めたいと考える土地の寺の住職、松尾さんが率いる巡礼団の対立が生じる。分裂の危機を迎える教会のメンバーに、ギー兄さんは、教団の本拠という考えを否定する。本当に魂のことをしようと願う者は、水の流れに加わるよりも、一滴の水が地面に染み通るように、それぞれ自分一人の場所で、 救い主とつながるよう祈るべきなのだギー兄さん自身は救い主ではない。ピンチの中継ぎ投手のように救い主へのつなぎである。ギー兄さんは農場経営を井上三兄弟に譲り渡す。ギー兄さんとサッちゃんは先のギー兄さんの天窪をひの木を燃やす。ギー兄さんとサッちゃんは結ばれてサッちゃんは見ごもる。翌日、 キー兄さんは巡礼の一団に加わるが、審査翼の党派の襲撃をまたも受けて死ぬ。教団は流れ解散する。おのおのがたどり着く場所で一滴の水のように地面に染み込むことを目指そう。リジョイス。ありがとうございます。